こんばんは、参議院議員の音喜多駿です。今日は安倍さんがいます。今日どこにいるかというと下丸子駅におりましてですね、柳瀬博文さんの国政報告会、海老沢駅さんの決起大会に参加してました。いや、どうでしたか安倍さん。いや、でも本当にね、柳瀬さん本当すごいです。感動しました僕は。ちょっとモノマネしてもらっていいですか。皆さん、私はうるさい武蔵ニッタのカメラの息子です。はい、もう駅ですからね、これ。静かにしましょうね。はい、はい、というようなカメラの息子がね、まあ、地元の方々がね、支援者が非常に多かったので、やっぱすごいね、盛り上がって、もうね、涙ながらに柳川さんが太ってしまったこととかを、涙ながらにみんなで聞いていたんですけども、いやまあでも本当、区議会議員時代からね、都議会議員、国会議員と、こう、やっぱ成長してきたのね、柳川さんは。だからもうね、もうね、会場いっぱいでしたね。で、会場いっぱいでしたね。ありがとうございます。今日向こう側からも参加者の方ありがとうございます。500人ぐらいのホールで、私も3年前この決起大会をこの新丸子下丸子のホールでやらせていただいて、まあ、大人コンビも当選させていただいたんで、非常に験がいい、ところでありますので、まあ、今日は石井光子参議院議員と海老沢由紀支部長がですね、参りましてやらせていただいたということでありますんで、いやもう本当すごいですね。もう安倍さんも次回の衆議院選挙の前は500人ぐらいを、ホクトピアの桜ホール1100名を。結構埋めるの本当大変ですよ。本当大変ですよね。結構本当に人集めるの。いや、でもやっぱこう動員がね、やっぱこう皆さん現職になってくると、石井光子さんも今やっぱ全国都内とか、あとはまあ奈良とかいろんなところで箱物やっていて、何十人とか集めてるわけですから。さっき僕どうやってやってるんですかって聞いたんですよ。はいはいはい、そしたらもうやるぞと決めて、はい、箱を用意して、1週間ぐらいでみんなで必死になって集めてる。そんな精神論でやるの。そんなで人集まるのか。素晴らしいっすよ。すごいな。すごい。なるほど。いやー、ペアでね、ということなんで、まあそんな感じで、今日はちょっと、柳瀬博文国政報告会、海老沢決起大会のちょっとレポートということで、あと昼間にはね、吉村博文さんも来て、今日新宿と吉祥寺の2つで街頭演説させていただきまして。本当盛り上がってましたね。いやー、でも吉祥寺はね、吉村さん来た瞬間に大雨が降るというですね。ちょっとね、マイク握ったら雲が割れて五光が差すっていうのが僕の設定だったんですけども、全く雨やみませんでした。雨雲とともにやってきて、そして帰ったら晴れたっていう。そう嵐を呼ぶ男吉村博文、まあ、ただ来週は、まあ、また再来週選挙始まったら来てくれると思いますので、まあ、ぜひ参議院選挙、我々日本維新の会の改革の志士たちにご期待いただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。応援してください。あれ、山田さんの真似私は武蔵ったのカメラの息子ですから言ってましたね。はい、ということで皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあお疲れ様です。失礼します。また明日。